可愛くて何でもできていいな。それなのに。転校生のくるみさんです。よろしくお願いします。可愛い子。洋服もおしゃれだね。何よ、ピアノもお勉強も私には誰もかなわないんだから。ってこれ誰の演奏？くるみ上手。前住んでたところのコンクールで金賞だったことがあるんだって。参加者が少なかったからたまたまだよ。くるみはあっという間にクラスの中心になっていった。お昼休みにあの曲弾いて。ダメだよ、俺たちとドッジボールするんだから。ピアノだけじゃなくてお勉強も運動もできるなんて。クロハちゃんもドッジボールしよう。いい、私は勉強するんだから。そうなんだ。それから私はくるみに負けまいとあらゆることに励んだ。先生、この曲を教えてください。その曲はまだ君には難しすぎるよ。行きたいの。クロハちゃん、もうお家に帰ろうよ。ダメ、逆上がりできるようになるの。クロハちゃん、お風呂入りなさい。ジドリル、まだやってないとこ先にやるの。見た目だって。クロハちゃん、今日のお洋服かわいいね。私はお勉強もおしゃれもいつも本気なの。ちょっとできるからって手抜きする誰かさんと違うんだから。なんか最近のクロハちゃん嫌な感じ。休み時間も誰とも遊ばないね。前はあんな風に威張らなかったのにな。でも勉強はいつも一番だし、苦手な体育も頑張ってて偉いよね。私は前のクロハちゃんの方が良かった。そして私たちは中学生になった。相変わらずくるみは成績優秀で人気者。くるみよ、はやー。くるみさんってハキハキしてていいよな。一方私は小学校の友達とはすっかり話さなくなった。くるみに負けるくらいなら友達なんていらない。でも毎日必死でくるみに負けないよう努力しても、部活もして友達と遊んでるくるみは私と成績が変わらない。なんで、なんで私は必死にならないとくるみに勝てないの。身を一度トン底まで落とせたら。でもそんなの人として。そんな時、バスケ部のゲン先輩なの。わさび、声が大きいよ。この声は先輩が卒業する前に告白しようと思ってて。わさ、応援する。待って、心の準備してから。いつもシャキッとしてるくるみがそこまで好きになる人なの。1ヶ月後、あれって、クロハとゲン先輩。私はゲン先輩がいつも図書室に行くことを調べ声をかけた。徹底的に先輩の好みを調べ上げて接近し、ついにクロハとずっと話していたいんだ。よかったら卒業しても会ってくれるかな。はい、というわけよ。クロハ、あんたクルミがゲン先輩のこと好きなの知ってたんでしょ。小学校の時からクルミのやることに対抗してばっかだったじゃない。ゲン先輩と付き合ったのもわざとなんでしょ。やめなよ、わさび。そうよ、証拠もないのに。ゲン先輩は私を選んだの。告白もしなかった人が今更文句言わないで。最低ね、あたって。やめて、わさび。私が何もしなかったのは事実なんだから。こんなの悔しいよ。クルミのあの顔、今まで一度も見たことない。ついにクルミが欲しかったものを手に入れた。最高の気分よ。それから高校、大学と、私はくるみが志望するところを狙ってくるみよりいい成績で合格していった。くるみ第一志望残念だったね。合格した大学もきっといいとこだよ。ありがとう、わさび。卒業しても会おうね。努力しなかった人間の負け惜しみがしみるわ。その後ゲン先輩とも結婚した。君の実家から離れてるのにこのマンションでいいの。私この街が好きなの。あら、偶然ね。いや、バスケ部以来だね。お久しぶりですね。もしかしてくるみもここに住んでるの。ええ、そうなの。わあ、ほんと。これからもよろしくね。あんたが不幸になるまでずっと近くにいるからね。その後、奇遇にもくるみと同じタイミングで第一子を出産。ほら、コージー、そらちゃんよ。仲良くしましょうね。そういえば旦那さんの会社、問題起きてるそうね。ちょっと内部で揉めてて。でもうちの人とは無関係よ。ふぅ、大変。あんたの周辺だってちゃんとチェックしてるんだから。しょぼい会社の平社員は大変ね。高収入のゲンとは運命の差よ。子
頭が大きくなった頃。なんで？どうしてサッカー習っちゃいけないの？だってピアノのお稽古があるでしょ。やだよ、ピアノなんかやりたくない。ソラちゃんがピアノをやるんだからコージもやるの。いいじゃないか、好きな方をやらせてあげれば。絶対にダメ。ソラちゃんにピアノで負けるなんて、クルミに負けることになるじゃない。コージったら、あれからずっと拗ねてるわ。どうしてわからないのかしら。あら、その荷物、まさか引っ越し？そうなの、ちょっと今業者さんが来てるから、また後でゆっくりね。一体どこに引っ越すつもりよ。尾行した先には、なんてか高級タワマンじゃないの。あの旦那の稼ぎでこんなところに引っ越す気？生意気よ。あなた、新築はやめましょう。理想の家が見つかったの。こんなタワマンの高層階なんて買ったら、ローンが大変なことになるぞ。私も働けば問題ないわ。身の丈に合わないだろう。絶対ここがいいの。喧嘩しないで。数日かけて夫を説き伏せ、タワマンに引っ越した。偶然ね、くるみさん。私たちもここに住むことになったの。あなたよりも高層階にね。え、そうなの？でも私たちすぐ出ていくわよ。はぁ、なに？どういうこと？ここを買ったのは私の親戚なんだけど、今年いっぱい海外出張なの。ちょうど私たちの家をリフォームするから、終わるまでに間借りすることにしたの。紛らわしいことしないでよ。どうしよう、くるみより高層階ってことにこだわったから、正直高いだけで狭い部屋なんか住みたくない。ねえあなた、やっぱりこの部屋売って中古の家を建てて豪華にリフォームしない？いい加減にしろ。打ち切れた夫と一晩中喧嘩になった。くるみがいないタワマンなんか住む意味ない。このままじゃくるみだけ幸せになっていく。なんでくるみは私に負けてもいつも笑顔なの？私はどうしていつまでも幸せになれないの？聞いたわさよ、クロハがタワマンに引っ越してきたって。わさび声大きい。あれ、このパターンは。でもね、タワマンまで尾行されてたのは私も旦那も気づいてたのよ。あんたたち夫婦はもうはっきり絶縁するべきだよ。あの人のクルミへの執着ちょっと異常だよ。私はクロハのこと尊敬してるの。尊敬？クルミが？私への対抗心だけであそこまで努力できるのは才能だもの。もしいつか私への執着が消えたら、あの努力で何でもできるはずよ。くるみ、ちょっと押しておしすぎない？そうだね。でも本当にずっとそう思ってるの。くるみが気にしてないならいいんだけどさ。だってあの人張り合うだけで、私や家族に直接危害を加えたことは一度もないもの。ただコージくんはサッカーをしたがってるから、私への対抗でピアノをさせるのはやめてあげてほしいかな。くるみ、ただいま。キャン、引っ越しはやめたわ。わがままばかり言ってごめんなさい。こんないい部屋に住めるなんて贅沢なことなのに、あなたを振り回して。ここに住みたくないって言ったのはくるみさんがいないからだろ。なんでそれを、まさか全部知ってたの？昔中学の後輩から聞いてたんだ。クロハは何でもくるみさんに対抗してる。俺に告白したのももしかしたらって。でも俺はクロハと話すのが楽しいのは中学から変わってないよ。それにずっと俺とコージのために全力で頑張ってくれてるだろ。ねえ、ありがとう。仲直りしたの？ごめんねコージ、サッカーやりたかったんだよね。やってもいいの？うん、コージがやりたいことをして。やったー。ママみたいにならないで、のびのび成長してね。しばらくたち。クロハ、おはよう。あ、くるみ、もう引っ越しなんだね。うん、早いものね。お仕事始めたの？うんうん、これから面接なの。頑張って。クロハなら引く手あまただよ。ありがとう。いつか私もくるみみたいに誰かと比較せずに自分に満足できるようになりたい。